お兄ちゃん、気をつけてよね。でも、気をつけて、とにかく。ねえ、ちょっと思ったんだけど、原因ってもしかして通りさんが言っていた薬なんじゃないかしら。覚えてない？投稿の時そんなこと言っていたでしょ。もし本当にそんな薬が出回っているなら、新種の疫病よりはありえそうな話に思えるから。お兄ちゃん、それに興味持ってるの？やめてよ、本当に危ないことするのは。どういうこと？マージって、それの名前？こっちの方が正確だから。みたいね。私はそんなことないけど。ううん、本当に興味ないの。私、過去に戻りたいなんて思わない。未来を覗きたいとも思わない。そういうのって卑怯だわ。チェスをやっていて、盤の外に駒を置くみたいな感じ。そんなこと夢見ていたら、人間がダメになってしまうと思います。女の子のこと？お兄ちゃん、夢見たらダメ。人は過去になんか戻れない。一度やったことは取り返しができない。だから、だから今が大切なんでしょ。今をかけがえのないものとして大事にしないといけないんでしょ。
そうね。じゃあ仮にお兄ちゃんの言うことが本当だとして、それでお兄ちゃんはどうしたいの？そういう夢みたいなお話じゃなくて、どうしようもないと私は思うんだけど。お兄ちゃんにできることは何もないの。もう過去のことなんだから。だから心の問題、お兄ちゃんが抱える心の問題、心の内側だけにあるじゃない。だったら私が許してあげたじゃない。ごめん。今日はやめておくから。お兄ちゃん、やっぱり疲れているみたいだから、今朝も帰った後も。うん、だから今日は。
お兄ちゃん。私、見てくるわ。だって、放っておけないし。私一人じゃないわよ。とにかく回ってみないと。まあ逃げる時間はあっただろうし。どうして？けど、警察には逮捕してもらわないと。やりすぎだわ。怪我は？心当たりは？本当？私にもないけど。まあ知らないうちに恨みを買うってこともあるでしょうから。だってただのいたずらであそこまでするかしら。とにかく戻りましょう。凍える。じゃあ警察に連絡する？飛び込んできたのはボールじゃなかったじゃない。そうね。明日早速ガラス屋さんに連絡しなきゃ。お兄ちゃん、部屋はどうするの？だって、あんなに寒くて。風邪ひくわ。ただでさえ疲れた顔してるのに。私の部屋に来てもいいけど。そう。